ロシアは22日、ウクライナ南東部マリウポリのアゾフスターリ製鉄所をしっかりと封鎖したと発表しました。プーチン大統領は前日、軍に製鉄所をハエ一匹も通さないように封鎖することを指示していました。製鉄所の地下にはまだ数千人のウクライナ人がいると考えられています。 ロシアはこの21日の国防総がプーチン大統領と会話している映像を公開しました。多くの人が今までとても長かったテーブルが短くなっていることに驚きました。そしてプーチン氏の状態も注目されました。12分の映像でプーチン氏は座ってからずっとテーブルの端を掴んでいます。 今まで何度もパーキンソン病や甲状腺の病気が噂されていました。体調が良くないことは確かなようです。大統領の体調悪化がウクライナについての判断に影響している可能性が考えられています。